で、胸部誘導の話をします。胸部誘導とは胸にシールを貼っている、心臓を囲むように貼っている、脊口腔の方ですね。すごいカラフルな方を見ていきますが、これはスライドの通り、心臓をこう包んで貼っているという形になります。これを見たらわかる通り、V1、V2、V3、V4、V5、V6 という言い方をするんですけれども、心臓はこのようにこう断面があるんですが、V1 はですね、こっちから、外側から心臓を見ているという形になります。なので、見たらわかる通り、右室とかはですね、左房とかを見ているわけになるんですね。次、V2 も外側から心臓をこのように見ている形になります。で、ここを一回まとめると、V1、V2は右室と心室中隔を見ているわけになるわけですね。